はい、こんにちは。今回文法問題をやっていきます。公募推薦に近づいていろんな大学が文法を出してきますから、皆さんはその、ね、文法の解き方、まあ、一応、ね、レクチャーさせてください。で、今回は問題1ということで初級編になっていますが、それでも、ね、しっかり引っかからずに解くことできますか。では文法ですから15秒から30秒ぐらいで一旦チャレンジをしてみてください。どうぞ。はい、じゃあ解説をしますね。まずこの問題を見たときに、受験生がよくすることは、選択肢を見てどんな分野が問われているかを確認するということでしょう。ですから今まで段階的に習ってきたどの分野のどういったポイントが狙われているか、これを特定すると非常に確かに解きやすくなります。で、今回サプライズっていう単語が出てますから、このポイントに着目して解いたって人は多いんじゃないでしょうか。まあね、2番にしましたって方、これ違いますからね。じゃあ今から解説します。まずこのね、サプライズっていう単語のポイント、すごく大事なんで、まずこれしっかり解説させてください。このサプライズ、はい、じゃあこの単語の意味は何ですか。これ驚くではないですね。日本語では驚くと言いますが、実際このサプライズは例えば、これね、君たちがいたとして、自分で驚くってことはできないの分かりますか。例えばカメラの前で、はい、今自分で驚いてくださいってなったら、自分の中からいきなり驚きが出るということはできないんですよ。実は皆さんがハッと驚いたのは、例えば他の誰かがいてその人に驚かせられたんです。もしくは皆さんがその友達を急にね、わっというふうに驚かすことはできます。つまり何が言いたいかというと、驚きという感情は与えることか受けることしかできません。一般的な動詞はするかされるかって訳しますけど、感情の動詞の場合はその感情を与える、もしくは受けるというふうに訳します。ですからこの与えるという場合は現在分詞という形を使って、受けるという場合は過去分詞形を使うというふうになります。少し練習してみましょうか。例えばここの主語の部分に、じゃあね、最近、まあ、ラグビーワールドカップありますから、その試合はというものが主語に来たとしましょう。はい、皆さんはそのラグビーの試合の結果が驚きを与えてますよね。皆さん自身に驚きを与えてますね。だから ing を使います。一方でここに人が来た場合、例えば友達のトムがいて、トムは驚きを、これどっちでしょう。はい、トムは驚きを与えることもできますよね。トムにはびっくりだぜって言ったら、トムがみんなに驚きを与えましたね。それと、もう一方でトムが驚いた、トム自身が驚きを受けることもできますね。トムがびっくりしました。このように人が主語の場合はもう絶対に ing とか ed とか限らずに、これ文脈で判断する必要があります。はい、まあ、このように感情多動詞というものが出てきたら、ちゃんと与えるか受けるかっていうふうな訳で考えてほしいと思うんですね。じゃあ今回見ていきましょう。今回は彼女って来ていますから、じゃあ彼女はどう見えるかというと、驚きを受けたように見えるか、驚きを与えたように見えるか、これを考えて2番にする人が多いんですね。はい、ですが実はそういう観点が違っていて、一応ね、僕が教えてるこの英文の解釈っていうので文法やってますが、たとえ文法の問題であってもやり方は変えない。しっかりと文頭から構造をとって訳が通るかっていう部分で確かめていかないと、簡単そうな文法でも間違ってしまうんですよ。どういうことかいきましょう。これ Although Jane had a serious illness、 ジェーンは重たい病気にかかっていたのだけども。で、まずこういった、ね、移動文というか、ついてる文章も回答に基本関わりますから、ちゃんと読みましょう。ジェーンは重たい病気になっていたのだけど、はい、後ろ、彼女はじゃあ驚いて見えるとか、それ文の訳通らないの分かります。てっきり君たちは選択肢を見た瞬間に、この彼女が今回驚いて見えるかそうじゃないかって判断をしたけど、文脈を考慮すると重たい病気であったにもかかわらず、彼女が驚きかどうかっていうのはおかしいので、実はここ
保護ではありません。彼女の説明をしているのはここね、 Well 健康だというでしょ。彼女は健康に見えたということを言っています。病気であるのにもかかわらず健康に見えたっていうのが文の意味が取るでしょ。このように正確に文構造を意識すると、じゃあ今回この空所に求められた文構造は何ですか。ここには M という修飾語で直後の形容詞にかかるいわゆる副詞という品詞が入ります。一見このポイントを見たときに皆さんは分詞という分野の感情多動詞というのに目をやりましたが、これよく見たら全部品詞違いますよね。はい、ですからそもそもこれ副詞が求められているので、答えとしては1番 Surprisingly でした。いいですね。はい、何が言いたいかというとね、このように実は文法の問題っていうのは品詞文型というものを問うものも結構多いんですよ。それを土台とした上で各単元のことを焦点当てることは構いませんが、はい、実はこれ近畿大学の問題ですけど、近代だけではなくて早慶とかでも実は文構造から考えられるか、しっかりと読んでいく過程で文法を使いますかってことを試す問題は多いんですね。はい、ですからこれは文法でも作文でも読解でも毎回文構造というものを形と訳を考えながら取り進める、これをすることによって皆さんは正確に文法が解けるようになりますから、ぜひ試してみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。